いやあと一人よ、あと一人。ナイスゲッツ、ナイスゲッツ、ナイスゲッツ。大谷、最後トラウト。コントロール、コントロール。下か。よし、よしよしよし、160、160。いや最後トラウトが相手って、これすげえよ、これ。うわ、入ってないの。いや、ダウンダウン。最後の試合。よし。あと一球、あと一球。あと一球。あと一球。3-2フルカウント。勝った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 。いや、おめでたい。いや、いや、もうダルビッシュも、ダルビッシュもいいと。ああ、よかったよかった。みんなよかったね。いいや。最後、トラウト相手に空振り三振で大谷が締める。なんだこれ、すごいね、ほんと。いや、ほんとに最高。昨日の試合より終わった、ほんとに。はい、というわけでね、WBC 見事日本代表侍ジャパン優勝しました。いやー、昨日のね、準決勝も劇的な試合だったけど、今日の決勝もそれ以上にね、すごかったし、もう完璧な試合で、なんか野球の楽しさがね、昨日今日と2試合めちゃくちゃ詰まってる、ほんと野球のいいところがめちゃくちゃ詰まってるいい試合だったなっていう風に思いましたね。今回もね、先制されたけど、村上がね、ちゃんとホームラン打って、アメリカ来てから村上、素晴らしいですね。村上がホームラン打って、ねえ、その後もね、まあ、
ルイいっぱい出たチャンスとかも、まあね、なんとか新ルイ打で得点できたりとかして、やっぱりね、まあその得点シーンに目が行くのはもちろんなんですけど、やっぱりね、あの守りがね本当に良かったですね。もう昨日のね、9回表の守りとかも良かったし、今回もさ、あの大勢投手のね、あの7回のゲッツー、あれね、あれ痺れたね、大勢のゲッツー。だし最終回もね、大谷が出てきてね、ちょっとフォアボールで出てさ、やっぱりね、フォアボールで出て、その前の回でダルビッシュがホームラン打たれての、次の回で日本がね、ちょっとなかなか、まあ三振狙いのね、あのスイングとかあったけど、それで、吉田のね三振とかでちょっとアメリカに流れが来てるってところで、フォアボールで塁に出てちょっとまずいんじゃないかっていうところで、ここでまた大谷がゲッツー取って、なんかもうここぞという相手の勢いが、さあこれからだってところでゲッツーでそぐっていうのがね、本当に素晴らしかったなと。やっぱ強いチーム、本当に素晴らしいですね。最後も大谷ね、やっぱ大谷のための大会だったね。あの2009年がイチローのための大会というなら、今回大谷のための大会だったね。もう本当にさ、ね、日ハム時代の恩師のね、栗山監督のもと、日の丸つけてね、戦って、エースとしてね、打って活躍し、最後、抑えでね、出てくるという。しかも最後の対戦相手がね、エンゼルスのチームメイトのトラウトっていう、出来すぎでしょこれ。もうこれなんかもう出来すぎな漫画だよねこれ。ここまで来たらさ、なんかダルビッシュがホームラン打たれたのも、なんか最後トラウトに回すための調整してたのかってぐらいの、本当になんか出来すぎで、しかも今回全勝でね、いやよかった本当に。もうアメリカ来てからの2試合はね、本当に劇的な試合で、最後の大谷がねインタビューで言ってたけどね、こういう大会を機に、あの野球のね中堅国、アジアの国とか中国とか、今回チェコとかイタリアとか、そういった国のね野球のレベルがどんどん上がってきてね、もっと野球注目されるようになってくれればなというふうに思いましたね。正直話すと、 WBC 始まる前はね、まあ、WBC って言ってもなんか野球本気の国少ないからなとか思ってたんだけど、やっぱ野球楽しいっすねやっぱ。野球の良さをね、あの再認識できました。まあまだね、あの第5回目だから、この WBC って大会もこれからね、どんどん回数重ねていくうちにね、どんどん野球をマイナースポーツからどんどんもっと人気のある、世界中でね親しまれるスポーツに、ね、なってくれればなと。やっぱそういう WBC みたいな大会を、こういうのね、なんか4年に一度でも開くことによってね、ちょっとでも野球の普及になればなというふうに思いましたね。今回のこの大会で、ね、野球の楽しさに気づいたっていう世界の人とかもね、ちょっといると思うんでね、はい、いやそういう人本当に素晴らしい、これオリンピックに続いて決勝でアメリカを下すっていうことで、やっぱりね、日本のプロ野球、まあ、メジャーリーガー多いですけど、日本人野球選手のレベルの高さっていうのをね、本当に実感できましたね。最後の大谷のとかもさ、なんかもう165円連発でさ、かっこいいすぎですよ本当に。はい、というわけで WBC 日本代表優勝おめでとうございますということです。